よろしくお願いします。横浜国立大学の副島優子です。中央大学の田原彩香です。突然ですけれども、はい、皆さんは横浜ブリリアントウェイというのをご存知ですか？知らない。皆さん横浜の冬といえば何を思い浮かべますか？夜景。夜景、そうです。ピンポン。夜景とイルミネーションじゃないですか。その、うん、横浜ブリリアントウェイというのは、うん、冬だからこそ美しい横浜の夜景を楽しむためのプロジェクトで、横浜一帯がもうイルミネーションや夜景で光り輝くという、とても素晴らしいプロジェクトなんです。いいじゃないの。はい。でその、 美しい夜景を写真に収めようというのが横浜ブリリアントウェイフォトコンテストというのがあるんですね。で今回は、私たちはそれに応募すべく横浜の夜景を撮影することにチャレンジしてきました。はい、できました。はい、チャレンジしちゃいました。しちゃいました。カメラ趣味なの？普通にデジカメでよく撮ります。ほんと？はい、結構よく撮れますよ。できんの？そんなの。はい、まあ、頑張ってきたので、はい、それでは VTR レッツブリリアント。こんばんは。皆さん、横浜の夜の魅力とは何でしょうか？そう、夜景です。今日は綺麗な夜景をたくさん見に行きたいと思います。それだけじゃないんです。今日は綺麗な夜景を見て写真に収めたいと思います。そして今日は強力な助っ人が来ています。どうぞ。どうぞ。ポケモンの人も来ています。インテリもライフサイト一緒に作ってくれている柴田教授です。よろしくお願いします。行きましょう、行きましょう。あ、ちょっと待って。今日はさらに強力な助っ人がいるんですよ。ヘイ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 。ということで今回の特集は横浜の穴場夜景スポットを巡ります。知りたい。いいな。いいな。中原さん、まずどこ行くんですか？今日はね、まずね、はい、私の大好きなポイントから。え、どこですか？それね、今これ本町通り、ね、はい、これ本町通りからちょっと入ったところにそのスポットがあります。どこだ？ということでまず最初に向かったのは馬車道。一番のおすすめがこの建物。これですか？神奈川県の歴史博物館ですか？そう、県立歴史博物館だけど、これはね、もっと銀行だった建物。銀行だったんですか？しかもね、ただの銀行じゃないんですよ。世界三大為替銀行のうちの一つ、横浜証券銀行。横浜の貿易、ひいては日本の経済を支えた歴史ある建物、旧横浜証券銀行。現在は国の重要文化財として、そのモダンな形を残したまま大切に保存されています。すごいな。じゃあ早速撮ろうよ。早速撮ろう。ね、撮ろう。よし、よし、撮るよ。じゃあ撮るよ。この人たちは、おお、あれ、この人たち日本初めて来た人。あれ、なんかフラッシュ焚いたから暗くなっちゃった。なんかさ、よくこういうやつって夜景モードとかってあるよね。あー、見たことある。なんか難しくてやったことないんですけど。柴田さんの言う通り、早速夜景モードに。それと夜景を撮るのにもう一つ必須アイテムが、じゃーん、三脚借りちゃいました。はい、じゃあ早速撮ってみたいと思います。これ変わってくるのかな。夜景モードってくれるよ。おお、見てください。ライトアップされた建物が光に浮かび上がるこの光景を、ちょっとした撮影のコツでこんなに綺麗に撮れちゃいました。そして田原は馬車道を照らすガス灯を撮影。ガス灯ならではの柔らかい光が温かい気持ちにさせる、そんな作品が溢れました。ということで、中原さん、次どこ行くんですか？どこですか？大さん橋って港未来の、そのいわゆる表側の景色ですよね。はい、表ですね。そうですよね。これから行くのは、はい、私のとっておきのポイント。え、表側ですか？港未来のラッカー反対側から見る全景です。ということで、タクシーは港未来が一望できるエリアへ。と、その前に夜のデートドライブおすすめスポットのご案内をしちゃいます。まずはこちら元町山手エリア。横浜を代表する歴史ある元町ショッピングストリートは今月からイルミネーションが点灯。もうすぐクリスマスだし、家族や恋人とショッピングに来てみては。お次は山手の隠れ夜景スポット。住宅街なので詳しい場所は教えられません。
そして横浜のドライブに外せないのがこちら、そうベイブリッジ。横浜港を一望できる景観はまさに大迫力のパノラマで、まるで宝石箱をひっくり返したような夜景を楽しめます。横浜ナイトドライブで素敵な夜景を満喫してみてはいかがでしょうか。そしていよいよ私たちは最後のスポットへ向かうことに。今から行くところは穴場ですか。私のとっておきの穴場中の穴場です。穴場中の穴場、これからね、多分ね、でもみんな穴場になってくるんじゃないかなっていう可能性秘めてると思います。きっとミンテレ見た人はみんな来ますよそうですかね、それもちょっとあれだなみたいな穴場じゃなくなっちゃう、穴場じゃなくなっちゃいますね、とっておきじゃなくなっちゃいます。でも大丈夫ですよ。さあ右左見てください。はい、いろんなお店が。そうですね、ここは横浜の台所。台所、はい、横浜中央市場ですね。右側が魚屋さんの入るところ、左側が八百屋さんの入るところ。八百屋さん、はい、そしてそしてカウントダウン、はい、10から10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。わー、すごい。これが中原さんがとっておきにしていた極上の夜景。普段見慣れた港未来も裏側から見るととっても新鮮、あまり知られていない穴場中の穴場スポットです。これが私のおすすめ穴場ポイント。これはいい穴場ですね。しかもここの場所は12月1日から交差点になってしまうので、はい、なかなか車で通ることはできますけどね、止まってみることは、止まってみることはちょっと難しいポイントになるかもしれない。早速行っちゃいますか。こちらを、こちらです。写真撮りましょうか。行きます。ぜひ三脚をね、はい、使って。そうですね、三脚を使って、アドバイスも加えながら。そうだよ、車私は、はい、あのコスモワールド の, あの観覧車、いつも表から見てるんですけど、うん、こうやって横から見えることってあんまないんで、あそこ結構大事にしたいところですね。早速最高の穴場スポットで撮影開始。ペース入らないように、でもちょっと下行きます。あー、すごい綺麗だね。ちっちゃいですね、光が映ってます。柴田教授、うん、さっきから添島さんの姿が見当たらないですよね。あれ、さっきその辺にいなかったっけ。なんか白い人がいますよ。なんだなんだ、どうしたの、スイッチどうしたの。反応なしですか。あれ、添島さん、あれ、なんか一人でやってるよ。添島さん、何してるんですか。向こうで田原ばっかりずるい。なんか他が解かれてて一人で今やってたの。なんか柴田教授が田原に感じまってる間に私いい場所見つけちゃいました。どうですかこれ、なんか表とは全く向こうとは違った幻想的な感じじゃないですか。ブリリアント一人で腕上げてるところまた添島さんらしいですね。なんでよ今日はもうたくさんブリリアントな景色を見ることができましたね。これから、ね、いいシーズンでしょ、クリスマスも来るし、はい、もうこれからもね、新しいいい夜景をどんどん探してくるしますから。柴田さんも今日はありがとうございました。柴田さんのおかげですごい上達しましたよ。もう最後はね、自分で場所を探して撮ってるし。じゃあ、はい、最後にみんなでせーの、ブリリアント。聞いてないよということで、今回は中原さんと一緒に紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。中原さんのところでは、このように夜景を回るサービスがあるんですよね。そうですね。で、今回私たちが回ったコースがこちらなんですよ。はい、いろいろコースは、ね、たくさんあるんですけれども、そのうちで今日は、ね、UVK さんの特別コース、社屋から出まして、馬車道通り、これ夜景綺麗なさっきの、ね、見たところずっと行って、それから元町の商店街通って山手の丘へ上がって、それからベイブリッジがこうスポッと見える3つの場所です。そこを通過して首都高に乗ります。横浜ベイブリッジを重複してずっと飛んで東口で降ります。そしてそれから中央市場の中に入っていって、さっきの私のおすすめコースで行くというコースでした。しかもこの中原さんがドライバーだったら、ああいったうんちく情報もくれるわけ。あ、それはもう車中でいろいろとお話しさせてもらえます。いいなこれ、
物知りにもなれるし。そうなんですよ、いろいろお話ししていただいたんですよ、ね、やっぱりちゃんと中野さんってタクシーの免許持ってたんだね。すごい感動しました。持ってますよ、それ。本職はタクシーなので、はい、安心したよ。はい、はい、ということで私たちが撮った写真を紹介したいと思います。紹介したいと思います。ではまず馬車道で撮った写真です。写真あります。せーの、ドーン、こちらです。これね、はい、本当びっくりだよ、うん、ではまず副島の写真なんですけれども、これは神奈川県立歴史博物館で重要文化財なんですね。で私のポイントは正面から撮るのではなくちょっと斜めから撮って、で街の街灯も入れたところがポイントです。うわ、綺麗。結構女子大生で夜景撮ろうとしたけど失敗したことある人とかいる。ブレちゃうんだよね。そうだよね、だってシャッタースピードがその分遅いわけだから、やっぱりブレるもんね。ブレちゃう。はい、そして私が撮ったのはこちらです。馬車道にガス灯があるのは皆さんご存知ですか？結構道にガス灯がいっぱいあるんですけれども、実は60基ぐらい全部であるんですよ。で、私はその60基ある中の一つをちょっと撮ってきて、でこの温かみのあるオレンジの光がすごいいいなって思ったので、私はこれを、選びました。写真に近づいたら暖かそうな感じがする、そうですよね、この光が何とも言えないですよね。いいね。では、はい、続いて最後に回った場所で撮ったものをご紹介したいと思います。はい、せーの、ドンです。これはですね、中原さんのおすすめスポット、横浜中央卸売市場で撮ったものです。で、私 の, この写真なんですけれど、ポイントとしてはこちらマンションの軍団があるんですけれど、それもランドマークタワーに負けずと夜景の一部になっているのを写したくて撮りました。負けてない、全然綺麗。で、はい、私が撮影したんですけれども、こちらは、横浜のみなとみらいの定番というのを表現したくて、もうこれ見慣れてると思うんですけれども、今回裏からということで。そうだね、はい、でさらに私はちょっと設定を変えてデジカメの蛍光灯モードっていうのを使ったので、ちょっとブルーがかってると思うんですけども。そういうことでも遊べるんだ。はい、はい、もうすごい綺麗ですよね、このブルーの光なんか、なんか幻想的ですごい。ちょっとこれコンテスト出れんじゃないのこれ。でマイクさん、ちょっと選んでいただけますか、はい、これ4つの中からフォトコンテストに応募したいんですけれども。応募するのは何枚なの？いいのがあればたくさんということなんですけれども、マイクさんお気に入りの写真があればぜひ1枚を提出していただきたいです。だってさ、中原さんのさ、おすすめスポットっていうことはよ、まだそんなにみんな知られてないから、ここのアングルで撮ったっていうことをもし審査員が分かってたらこれ評価してくれると思うのよ。よくこんなとこまで行って撮りましたねみたいになるじゃない。ねえ、こうやって考えたらやっぱ夜景押しといた方がいいんじゃないの？しかも蛍光灯モードは間違って、はい、なんかそっちのモードにしちゃったんじゃないのって思われがちだから。ちょっと細工入ってますよ ねじゃあやっぱりその、それぞれこれが俺はいいかな。これですか？綺麗。本当ですか？しちゃおうか、いいですか？じゃあ、じゃあみんなでミーテレからはこれを出したいと思います。ではこのですね、フォトコンテストの詳細をご紹介したいと思います。応募期間は12月1日から1月9日までとなっています。ブリリアントウェイの詳細についてはこちらに記載しているホームページで確認してください。で作品は横浜観光コンベンションビューローのホームページからメールで応募になっています。皆さんもぜひ送ってみてください。はい、はい、そして中原さんからも重大な情報があるんですよね。はい、ご利用いただきました、横浜夜景観光タクシーですね、横浜観光コンベンションビューローのご協力いただきまして、うちの会社で運行しております。昨年続きまして今年も頑張ってやりますので、夜景観光もですね、もう専門の観光専門の乗務員を私を含めてつきますので、1時間4350円、中華街のダイエー交通をぜひご利用ください。はあ、これはいい、これいいね、ちょっとなんか貸し切り感覚味わえて、これたまらないね。極上の情報が満載です。教えてくれるもんね。撮りたい。ミンテレからはこちらの写真を出すことになりましたけれど、皆さんもタクシーで夜景を観光して写真を撮って、ぜひ応募してみてください。そうだね、はい、やっぱりタイランドにしようか。あれじゃあ何ですか？すごい、島島嬉しそうだったけどね。なんか今尺に触ったよ。
皆さんも送ってみてください。はい、はいはい、副島さん、田原さん、ありがとうございました。